こんにちは、アンソニーです。皆さん、アップバンクというのはご存知でしょうか？iPhone ユーザーだったら大体ご存知の方が多いと思うんですけれども、いろんなケースとかのアクセサリーを販売していたり、それからいろいろおすすめのアプリをですね、紹介しているようなサイトを作っていたりするんですが、実際に物を見て買うことができるリアルの店舗もあります。東京だと東急プラザ表参道原宿ですね。で、大阪は心斎橋にありますね。で、福岡は福岡パルコ、それから名古屋には名古屋パルコの中にお店があります。私もこの iPhone5 のこのケース、心斎橋のアップバンクさんで買わせてもらいました。で、この間の3月1日に大阪2番目のお店がオープンしました。場所は、難波の引っ掛け橋のすぐ近くにある、蔦屋恵比寿橋店の中です。実際に行ってきましたので、ちょっとその様子をご覧ください。その蔦屋の3階にお店がありまして、広さ約25坪ということで非常に広々してましたね。こういった LINE 関係の、まあ、グッズがあったりですね。びっくりしたのが、ヘッドフォンとかイヤホンの在庫がすんごい多かったんですよね。で、実際にこれ全部視聴もできるみたいです。で、せっかく来たのでなんか買って帰りたいなと思っていろいろ物色してたんですけれども、目に留まったのがですね、このカラフルなイヤホンですね。非常にいろんなタイプのカラーリングがありまして、でちょうどお値段的にもホワイトデーのプレゼントにちょうどいいかなと思って、私が選んだのはこちらです。で、レジに持ってったんですね。ところが、残念なことにですね、ギフト用のラッピングができないということだったんですね。私は今回はそのホワイトデーのプレゼントとして買おうと思ったので、ちょっと非常に残念でしたね。結構 iPhone のケースとか、安めのイヤホンなんかはですね、ちょっとしたプレゼントとかで買うケースも結構多いと思うので、そういったギフトラッピングにも対応してくれたら、嬉しいなと思いました。で、ちょうど私がお店を物色していた時間帯はですね、その上のフロアで勉強会が開催されてたみたいなんですね。iPhone アプリケーションの開発者向けの勉強会ということで100人近く集まってたそうですね。その勉強会に参加していた開発者の方々と、それから私のような一般ユーザーさんを集めてですね、その日の夜にオフ会がありました。そのオフ会がまあ楽しかったですね。開発者の方々のお話が非常に面白かったっていうのと、それからアップバンクの代表の村井さん、初めてお会いしましたけれども、あんなにテンションが高い人だとは知らなくって、すごくねびっくりしました。こういう開発者の方々と私のような一般の人間がですね、飲み食いしながらいろいろ話をするっていう機会がなかなかないので、非常に貴重な経験でした。東京から来てた方ももちろんいましたし、沖縄から来てた会社もありましたね。もう本当に楽しいオフ会だったので、また機会があればですね、参加させてもらいたいと思います。アップバンクさん、ありがとうございました。はい、ということで、アップバンク蔦屋恵比寿橋店に行ってきました。そして、オフ会にも参加させてもらいましたというお話でした。それでは。